12月10日金曜日、あやらセンターセブモール内でいろんな人と知り合うのでね、名刺代わりに名刺ちょっと作りに来ました。人と会ってね、名前とか自己紹介とかねしたいんでね、ゆうべ写真とアドレス、E メールとかをセットして今名刺作ってます。これ4 in 1っていうので1枚で4つついてます。これで12ペソだから26円くらいですかね、4枚でね。これを4ピース頼みましたから、今プリントをやってますけど、プリントの紙が切れちゃったらしくてね、今紙をセットしています。いつもセットしてるんです。なんでね中断しちゃうんかな。4ピース16枚とりあえずねテストで作りました。16だから48ペソだから100円くらいですかね。16枚で100円です。もうじきできますから。ここはあやらモール3階ですね。向こう側にもね写真屋さんがあるんですけど、あっちはね最低20枚頼まないとプリントしてくれないんですよ。こちらは1枚でも2枚でもプリントしてくれますからですね。こっちの人はね、なんか遅いんですよね。もうじれったくなっちゃうんですよ、なんだか。ただいまの時間11時13分です。2日前にね、ここにね、日本のカップルでね、ゲーム機を買いに来た人いたんですよね。だからあれ、日本人が観光で来たんかなって聞いたら、こちらに住んでてお仕事やってるらしいんですよね。まだまだもう、こちらに来ても20分以上経ってます。30分かな経ってますけどね、まだまだできません。ここでプリントする場合はね、このこれに合うコードを持ってきて接続してタブレットか iPhone につないで、つながないとこちらではプリントできません。これですね。まだまだ。そんで4 in 1で4枚ついてるんですけど、きれいにカットしてもらわないとね、バリっていうか枠が、隣の枠が入っちゃうんですよね。だからよくちゃんと寸法通りにカットしてもらわないとね、困っちゃうんですよ。今プリントが出てきましたから、今カットしてます。4 pieces.
はい、今50ペソ払って2ペソお釣り待ってます。50ペソ20枚まだ数えてませんけど、あると思います。なんかレシート書いてますね。手書きなんですよ、いちいちね。だから遅いんです。またウェイザー。はい、お釣り受け取りました。なんかコインも用意してない。コインも全然ないんです。わら、はい、じゃあ名刺作りましたのでこれで終わります。帰ります。おしまい。